行こうって出しすぎない。なるほど。前に進む。はいはいはい。開いたらもう、免許開演。なるほど、なるほど。そういう感じの曲じゃないんだ。はい、はい、ね。この番組は、今日のスポンサーの提供だ。プログレスボール。はい、皆さんどうもこんにちは。マイスクリーム講師のデスノリーサモホンでございます。そしてはい、ボイスドクターのリーです。やったー。はい、皆さんこんにちは。この見慣れた、もう見慣れた、みんなもいつものね。って感じで今日はですね、はい、まあ、先生といえば、うん、まあ、ミックスボイス、はい、専門で、ご研究されてますけれども、うん、まあ、その流れでというか、なるほど、うん、ミックスボイスに関しての動画になるんですけれども、うん、はい、ミックスボイスを出したい人、上手くなりたい人、はい、高い声を出したい人に、うん、おすすめの練習曲6選という感じでお送りしていきたいと思います。これ意外と今までやってなくて、確かにね。そうなんです。なんか、まあ、主にやっぱりカラオケとかで練習される方が多いと思うんですよ。はいはいはい。ね、まあ、基本的にはね。うんうん、なので、そういう人が、ミックスボイス出したいなとか、なるほどなるほど、高い声出したいけど、うまく歌いたいけど、なんか練習にはどういう曲がいいんだろうとか。そうですね。うん、とか。いきなりヒゲダン歌ってる人もいると思うんですよね。チャレンジャー。ちょっとね。チャレンジャーすぎる。とかもいると思うんですけど、はいはい、まあそれこそ今回はレベルに合わせて、なるほど、うん、まあ初級中級上級、うんうん、みたいなイメージで分けて、うん、レベルも分けつつの、はい、練習曲を皆さんにご紹介していければいいかなと思ってますので、なのでですね、まあ今回の動画見ていただけると、はい、カラオケ行った時に練習曲にはそんなに困らなくなるんで、うん、すごく練習はかどるかなって感じなので、ぜひ最後までご覧いただければと思っております。こんな感じで、このチャンネルでは日々発声関係のお話とか、リアクション動画、ボイトレ動画とかですね、いろいろ発信しておりますので、チャンネル登録をお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。ということで、いっちゃいましょう。ということでですね、はい、6選、ね、うん、結構あるやんって話なんですけど、そうですね、6ってね。そう、結構あるやんって話なんですけれども、うん、序盤にちょっと言ったんですけど、うん、今回はちょっとレベル分けというか、をしておりまして、はい、まあ、ざっくり、初級、中級、上級みたいな感じで今回分けるとしたら、それぞれのレベルで2曲ずつ、ちょっと紹介していければなと、この専門家の視点でですね、はい、思いますので、まあ、計6選ということでやっていきたいと思います。だからまあ、要するに、みんな、その、いろいろなね、発声の段階があると思うんです。そうですね。ね。どれか、皆さん、今回の動画を見てもらえると、うん、自分の練習曲をこれにしようというふうにピックアップしてもらえるかなという。そうそうそう。で、これできたらこれみたいな感じで上がっていければって思うんですけど、うん、じゃあまず早速なんですけど、はい、まあ、初級というか、うん、まだ初心者の方、そうですね、これからやっていきたいんだという方に向けたものをまず紹介していきたいんですけれども、はい、じゃあ初級の一つ目ご紹介いただいていいですか。一つ目ですね。森山直太朗さんの桜です。はいはい、お、はい、いいですね、うん。みんなが知ってる。これ全員知ってるし、なんならおそらく、ね、はい、どっかで歌ったこともあると思う。間違いない。そう、学校とか。国民的曲っすよね。そうですよね。本当に。これは、うん、絶対どっかで歌ったことある。いつまで経っても、みんな知ってる。うん、まあ、多分今後もね、歌い継がれる日本の曲だと思う。いや、本当にそうですね。はい、うん、だから、まあ、メロディーももちろんね、はい、とってもいいし、ね、歌詞もすごいいいし、はいはい、まあ、曲もね、みんな好きだっていう人も多いとは思うんですが、はい、これは実は、うん、みんなにね、要するに基礎として練習してもらいたい曲の一つなんですよ。導入としていいわけですね。そうですね、はい、これまたどういった理由で森山さんの、うん、この綺麗な裏声を勉強しよう、なるほど、学ぼうというミックスボイスに裏声は大事ですからね。そうなんですよね。まあ、ミックスボイスには出したいんだけど、はい、いきなりミックスボイスを練習して出ないから。そうなのよ。そういうもんなんです。材料がいるから。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。パンを作るためには小麦粉がいるから。そう、つまりどういうことかっていうと、うん、この脱力感のあるんですね、なるほど、綺麗な、うん、裏声をまず出してもらいたいんですよね。力みのない、そうですね、美しい裏声、はい、そうです、素晴らしい。随所に、うん、裏声でできます。なるほどなるほどなるほど。なので低いところは地声で歌って、うん、高いところは裏声に綺麗に切り替えて、ね、なるほど、気持ちよく歌ってらっしゃるんですよ。なるほどなるほど、はい、ここはだからミックスとかもう、まあ、もちろん考えるけど、うん、ミックスボイスのためではあるけれども、うん、まあ、ここは結構綺麗に地声、裏声って分けて歌いましょうって、そういった歌ってほしいし、まあ、なんならもう裏声のパートだけでもいいんで、なるほど、その裏声をその、ね、あ、いいですね、自分のニュアンスでというか、いいですね、響きがあるね、うん、この使い方で、そうですね、ぜひね、学んでほしいなと思うんですよね。いいですね、なるほどですね、うん、これ聴覚的にも分かりやすいから、はい、いい曲かもしれないですね。はい、っていうのが一つ目、はい、二つ目は、二つ目は、はい、レミオロメンさんの粉雪です。出た、これまた、はい、やっぱ初級はレジェンドで、まあね、まあ、これもみんな知ってますよね。さっきもね、桜はこの裏声の練習だったと思うんですけど、はいはい、この粉雪は何か、うん、これは地声でしっかりと練習してほしい。そうなんですよね。
その段階が結構抜けてる人が多い。そうですね、しっかり歌うことが何よりの基礎。めちゃくちゃわかります。何よりもめちゃくちゃわかります。要するにもうその家で言ったら土台というか骨組みというか、だからまあそのこの駅ってね、もちろんあの、はい、エモーショナルなところに向けてこう、はい、上がっていくじゃないですか。そうです、ね、ナビに向けてね。なでそういうところで、まあ最初のうちはですよ、はい、変にこの整備に入らなくて、はいはい、三つ星歌おうっていうふうに思わずに、しっかりと、まあ、抜けのいい声というか、なるほどなるほど、で歌っていくと。キーは下げてもらっても全然いいから、はい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 、ここは裏声に抜けてほしくないですよ。抜けちゃうとどうなんですか。こなーゆきーって、あー抜けちゃってるわ。ここは、はい、やっぱり曲の雰囲気に合わないじゃないですか。今のは桜でやってください、うん、そう、桜でこの裏声練習しながらのーだったらいいけど、そういうことですね、このーではない、ね、そうそう、ないのよ、はい、なので、こんなーで、しっかりね、こんなーって言ってほしいんですよ。これね。で、これがでもミックスボイスで目指そうとしすぎる子ですよ。そうですね。変に、はい、こう、はい、エコに入ってしまって、うんうんうん、こんなーってなってしまうこともあるんで、はい、そうはなってほしくないですよ。そうです。なので、しっかり、いろいろ考えなくていいんで、うん、なるほど。しっかり出してほしいんですよ、ね。そういうことっすね。うん、ここはだから、やっぱ初級編ってだけあって、うんうん、まあ、桜、とあの、うん、この粉焼きっていうので、まあ、材料を分けてやっていこうという裏声だったり、まあ、そんなに2つとも、まあ、ものすごくキーが高いというわけでもない。確かに。のでもちろん少し高いかなと思う場合は無理せずに下げてもらって全然いいですから。なるほどなるほど。キーはまあ各々変えて、各々変え、まあ、女性だったらちょっと高く、まあ、2個3個かな、まあ、プラ2ぐらいから全然いい。プラ2ぐらい、プラ2ぐらいから、まあ、少しずつ上げていく。なるほど。いうのがまあおすすめですね。あ、いいですね、はい、いいですね。ぜひ参考にして、はい、これがじゃあ初級ということです、うん、さあということで今のがじゃあ初級、はい、続きまして中級編なんですけれども、うん、じゃあ中級、まあ、だからどうなんだろう、ちょっとミックス足掛けみたいな、そうですね、雰囲気ですよね。まあそのもうミックスボイスで歌っていくって思っていいんです。なるほどなるほど、はい、じゃあその気になる中級の一つ目は、はい、ディッシュさんのお猫です。出た、はい、ここは令和な感じですね。そうですね、やっぱりそのミックスボイスといえばやっぱこの令和というね、はい、平成令和にかけて成熟していくものですから確かに、はい、そうです、そうだと思います。時代によってなかったですからね、うん、ミックスボイスってことはね、まあ、でも本当にですね、まあ猫、まあ皆さんももちろん聞いたことある、はい、最近ね、うん、あのストリーミングスもいっぱい流れますけど、ホットです、はい、ただ本当にですねこれ発声としてもいいの、ちょうどいい難易度というか、いいのよ、はい、もちろん簡単じゃないですよ、はい、簡単じゃないんですけど、そうですね、そう、この曲を変えたらこれミックスボイス出せるようになってきてるっていうことで間違いないと思います。いや、そうですよね、はい、うん、キー的にもそうですし、はい、歌詞がまずね、いいんですよ。いいですね、歌詞がいいっていうのは、うん、発声的にいいってことです。そういうことです。そうなんですよ、 N シーンなんですよ。そうなんですよ、ね、猫にながね、確かに A4 シャープかな、はい、A シャープ4かな、うん、とかだったと思うんですけども、うん、やりやすいんですよ、そうです、N っていうのはね。でこれちょうどこの段階的にこうまさにスケールみたいな感じで上がっていく曲なので、そうスケールってそのオクターブジャンプ、オクターブジャンプってあったと思います、ね、確かちょっと実践で言ってみると、はいはいはい、このサビのところの猫になったんだっていうところですね、うん、A シャープ3から A シャープ4なんですよに行くっていうところですね。ちょうどいいところで、これまあその、うん、ロングトーンのミックスボイスいきなり出すの結構難しいんですけど、そうですよね、一瞬だから、そう、一瞬だからこうスッと入って手がかりになる曲です。いいことしかないやん。ちょっとやってみますと、ぜひ猫になっていうところですね。お、猫になったんだのこの一瞬このミックス感が入るんですね。なるほど、それはもうミックスボイスですよ、もちろん。はい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 、はい、A4 シャープをこの楽に出す、うんうん、楽にね、はい、楽にね。でこのなっていう言葉にもヒントがあって、めっちゃそう、そう、ここがミックスボイスを助けてくれるんですよね、はい、このなっていうの N、ね、この N がね、 N だし A だしね。でそれも一瞬なんできつくないんで、ね、おー、そう、だからこうスッとあの持っていけるあのきっかけになります。いいですね、はい、なんかサビだけ練習してもいいかもしれないです、これ。そうです、もはや楽にですよ、これで張り上げちゃダメ。いや、そうなんですよ、猫になっちゃダメですからね、猫にと同じテンションで、そうっていうのがすごい同じ気持ちで大事ですね、っていうのがじゃあまず一つ目でございますけれども、はい、でじゃあ次2曲目、これ何でしょうか。はい、2曲目ですね、はい、ゆずさんの栄光の駆け足です。あ、これまたこれまたちょっとレジェンド級の曲が参りました ね、まあ、これもみんなのね、もう日本人の魂に刻まれてる DNA に DNA に間違いないですそう、はいはいはい、いいですね、これもぜひね練習曲にこう最適なんじゃないかな。あー、なるほどなるほど。というのも、うん、テンポもそんなに速くないし、そうですね。でこれまた、うん、あのサビもですね、うん、高いところがですね、うん、A の4なんです。ちょうどねミックスボイスでこう
確かに、ね、出す出せないところで、うん、攻め合いです、ね、そう攻め合いなの、うん、男性だったね、はい、でさっきの猫よりもね、はい、あの少しずつ上がっていく感じなので、はいはい、またこうステップアップちょうどいいんですよ。ああなるほどなるほど。いきなりじゃない。猫はオクターブ跳躍で、はい、英語の関係者はもうちょっと刻むんですよ。そうですね、ちょっとスケール感があるんで。そうかそうかそうか、そうで速くないから。そうですね、確実にこう出せるようにこうやってこう積み重ねていく。架け橋をね。架け橋をまさに、ね、文字通り三つ覚え性の架け橋。三つ覚え性の架け橋といった。あ、これ何だったかな。終わります動画。これいいね。もう終わりでいいっす。これ嫌わず。そうそうそう。もういいっすわ。終了。じゃあまた。ダメです、ダメです。実践お願いします、はい、架け橋でちょっと。そうそうそう、行かないと。ここから始めます。始まりますが、はいはい、こーで出しすぎない。なるほど。前に行きすぎない。はい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 。この架け橋へと。あ、これですね、刻んでますね、なってますね。でこうもう本当にですね、うん、もうバランス感が大事ですから。はい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 。架け橋を受けるのに。なるほどなるほど。あ、今のどうだった？架け橋を渡る。味しみてますね。いやなんか味いいですね。確かに中級編というだけあって、うん、まあ、いよいよミックスで歌ってるものの、まあなんかやりやすい。そうですね。うん、要素があったりとかで、うん、すごく、でもまさに本当ちょうどいい感じがしましたね。はい、じゃあまあそうなってくると、次いよいよ上級編っていう感じになってきますけれども。なってきますね、はい。もうこれは練習とかじゃないというか。そうですね。もうテスト。テストっていうかもうね、もう、大喜利。集大成みたいな。そうです。まあ歌ってみてほしいっていうところではあるんですが。やってみろ。もう、歌えたらもう、免許改善と。なるほど、なるほど。そういう感じの曲じゃないでしょうか。はい、いいですね。はい、じゃあちょっと、じゃあその上級編の一つ目。はい。何でしょうか。ミセスグリーンアップルさんの、僕のことです。おー、はい、難しいなー。これ難しいですね。難しいなー。歌える人いる？いやーね。ちゃんとね、一曲通して。いやー、これ難しいですよ、本当に。めちゃくちゃむずい。なんかだってミックスできたからって歌えない。そうそう、歌えないんですよね。いろいろな要素が散りばめられてるし。トライアスロン。そうですね。マジで。裏ステージですよね。もうすごい。全クリどころじゃないですよ。ボス倒したと思ったらラスボス出てくるような。いや本当にそう。僕のことっつって出てきますよ。ラスボスが呼んだっつって。調子いいっすね。そんぐらいのレベル感ですよ。大森さん、とんでもない曲を、とんでもない曲作ったなっていうね。大森さんしか歌えんって、はい、そういうレベルなんですけど。でもちょっと腕に、ね、自信があるというか、うん、カラオケでね、うん、ちょっと歌ってみてほしいです。確かに、はい、あれが最高音いくつだろう。 C とか C シャープとか。あ、そうですか。っていうレベルだし、裏声もすんげー高いところまで出るんですよ。そうですね、 C 付近ぐらいかなまで出てくるんで、うん、総合力で勝負したいという方はぜひ歌ってみるといいと思いますね。いや、とはいえ、うん、先生、ミックスボイスの専門家じゃないですか。いやこれは厳しいですよ、正直。いけるでしょ。これは厳しいですけど。いけるでしょ。ちょっとやってみましょう。これはね、じゃあ、一回一つ、ダメ元でね。ちょっと、やめて。これ、多分最高音が、うん、裏声が D。これ裏声 D5。サビの最初のところですね。そうですね。これもう、突き抜けたね、ところと、あとは、ミックスでは C5 も必要なのかな。その直後。ちょっと、その導入のところだよね。ぜひ。僕もチャレンジしてみようかな。はい。ああ、なんて素敵な日だ。ちょっと行きましょうかね。なんて素敵な日だ。さすがっす。いやー厳しいっすよ。まあまあまあ、全部はね、難しいけれども。でも気持ちいいね。いや、ね、気持ちよさそうっすよ。いや、これみんなカラオケでぜひ歌ってほしいです。いや、間違いないです。チャレンジというかね。今のフレーズをちょっとぜひ皆さんよく聞きながら、はい、練習してみたりとか、してみてください。はい、我こそということでね、はい。じゃあ最後、はい、上級編の2つ目。2つ目。こちらは。オフィシャルヒゲダンディズムさんの。言えた。サブタイトルです。言えた、言えた。言えた。まず言えた。まず言えた。サブタイトルね。はい。これはまた流行った、流行りに流行った。これはもうね、一曲、うん、最初から最後まで、はい、歌えたら、うん、もうそこがないですよ。そうですね。ミックスボイスとしてはね、まあ、それはすごいことですから。間違いないです。はい、ヒゲダンの曲結構全部そうかもしれないですけど、うん、そうですね。はい、サブタイトルは特に僕のことと比較するのであれば、うんはいはい、僕のことは結構なんだろう、総合力勝負っていうか、なるほどなるほど、いろんなことをいろんなところに、うん、例えば裏声、うん、ミックス、間違えとか、いろいろあるんですけど。サブタイトルは結構サビずっとミックス、うん、あ、そうなんですよね。しかもその高いところで高止まりしていくんで、そこがこういう多分もう皆さんのね、うん、このなんていうんですか、もうゲージがなくなってくる。そう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 、も
もう限界よみたいなやつボディーブローを打たれ続けるずっとね。オミックスの音域としてはバッカ高くはないんですけど、うん、まあそうなんですよ、 D とかなんですけど、ずっといくからそう、ちょうど6割7割の浮遊感を味わわされ続けるみたいな、そうですね、がね、辛いんですよね。だからちゃんとできてないと歌えない、うん、そうなんだよ。だからそういう意味でも本当上級ですよね。そうなんですよ、ね、はい、またちょっと僕のこととはちょっと違った感じで上級な感じです、ね、まあそうですね、うん、はい、じゃあまあ最後なんで、うん、まあ、サブタイトルはみたいなこう感じでずっと高いミックスが続くこういう系の上級っぽい曲、なるほどなるほど、のなんかポイントみたいなのってあります？あ、これね、うん、まあ皆さん結局、うん、さっき言ったようにスタミナ切れっていうところがあると思うんですけど、はい、これはちょっと意外なようなんですけれども、うん、そのスタミナをやっぱりその節約しすぎてもダメなんですよ。わかるわ、はいはいはい、そうすると逆に喉が詰まっていったりするし、そうですよね、でもちろんですね、うん、出しすぎてもダメなんですよ、はい、っていうことはどういうことかっていうと、はい、ひたすら安定しないとダメなんですよ。なるほどなるほど、すごいですよ、変えない、そう、もう要するに自分のこのエネルギーをもう均等にやっていくっていうマラソンってことですね、はい、もう同じ感じで、なるほどなるほどなるほど、そこが大事です。なるほどなるほど、だから子音とか母音とかいろいろあるけれども、そうなんです、いろいろな障害物があるんですけど、障害物競争同じスピードでいかないってやつ、その障害物、そうそれ、だから難しいんですよ、ハードルがあって、そう、全部超えてるけどここの位置変わんないみたいな、そう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 なんですよ、ね、みたいな、もう支え続けるんですよ、そういうことね、はいはいはい、いいです、もうこれ相当なもうポイントであり、もうなんていうの、真理ですね、もうそうですね、もう基礎でもあるんですよ、間違いないです、そこを意識するだけでもしかしたら完走できるかもしれないです。あら、素晴らしい。ことーで出しすぎないようにするのも、なるほど。ことーでこう逆に、この、なるほどなるほど、セーブしないように、同じところですよ。なるほど。いいところで、はい、声帯をね、うん、この、閉鎖し続ける。なるほど。鳴らし続ける。だからそこの安定性ですよ。うん、言葉はまるで雪の結晶。うわ、一緒なんだな。こう、だからこんな感じですね。もう、はいはいはい、微動だにしない感じね、ほんとね。安定した感じで。で、できるようになってからいろいろこうパフォーマンスしていく。うん、あんまり勢いやノリでこうこなせる曲で多分ないと思う。いや、間違いないですね、はい、一旦だからこの一本線通して歌ってみて、ね、余裕が出てきたらニュアンスつけるぐらいの方がいいかなという感じで、いい、まあ、特に上級はそうです、ね、トライしてみてください。支えですか、支え、支えね、うん、OK、 ありがとうございます。はい、こんな感じで6個、うん、6曲も今回セータの専門家の B 先生に、はい、お墨付きで紹介していただきましたんで、うん、各レベルに合わせて、うん、おのおのカラオケで、はい、まあ、ご自宅なり、うん、車の中なりで練習してみてもらうとすごくいいんじゃないかなと思いますので、うん、今日出てきた、おっしゃってもらったポイントとかも押さえながら、ね、ぜひこの動画何度もご覧いただいて練習とかされてみてくださいと、はい、あと今日一応先生のおすすめだったんですけど、はい、逆に皆さんのおすすめ、うん、俺私こういう曲でミックス上手くなったぜとか、ちょっと聞きたいですね、ちょっと聞きたいんで、ぜひその教えてください、はい、コメントとかで、コメントでいいと、コメント全部見てるんで、はい、その辺とかも教えてもらったりとか、あと今回みたいな動画が良かったなっていう方はぜひグッドボタン、高評価してもらえると嬉しいです、はい、あとチャンネル登録、まだお済みでない方もよろしくお願いしますということで、はい、じゃあ今日もありがとうございました。めっちゃ参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。